Hey guys, welcome to my channel. I'm Mako. Thanks for watching always. はい、どうもマコです。ということでね、今日も動画の方ね、はい、撮っていきたいと思います。はい、ですね、今日は、介護現場でね、使われる英語についてお話をしたいと思います。介護現場でね、まだ英語なんてそんなに使われてないんじゃないかなっていうふうに、まあ皆さんね、思うかもしれないんですけど、実はね、僕たち無意識のうちに英語を実は使っております。はい。でですね、まあ利用者さんにね、対してのね、コミュニケーションって部分では、まあそんなにね、英語を使ってるってことはないと思うんですけど、まあ、職員同士のね、まあコミュニケーションとか、まあ、そういった部分では結構ね、実は英語を使ってるんですよね。はい、まあね、代表的なもので言えばね、まあ、絶対これは一度はね、誰しも使ったことがあると思います。はい、そうです。ケア。はい、これも英語なんですね。はい、ね、そのね、まあ、ケアっていうものをね、まあ、直訳すると、まあ、そのままその通りなんですけど、介護っていう言葉になります。はい、ね、誰々さんの、まあ、ケアについて考えなきゃとか、まあ、こういったケアをしたいよねとか、みんなね、日常的に使うと思うんですけど、はい、これも立派な英語でございます。はい。でですね、改めて、まあ、介護をね、やってる方だったら、一度は聞いたことある言葉だとは思うんですけど、いろいろと、そういったことをね、日常的に実は英語を使われているっていうことをね、少しちょっとお話ししたいと思います。まずね、一つ目ですね、ADL。ADL ですね。これは日本語で言うと、まあ、日常生活動作というものですよね。まあ、日常生活動作というのは、まあ、どういったことかっていうと、まあ、そのね、言葉の通りなんですけど、日常生活の中で、まあ、どこまでね、動作ができるかっていうことですよ。うん、まあね、例えば、歩けたりとか、まあ、あとはね、自分でトイレに行って排泄ができるとか、手にね、箸を持って、スプーンとか持って、食事ができるとか、着脱ができるとか、お風呂に浴槽はまたげるとか、ね、そういった動作のことです。日常生活においての動作。まあ、ADL っていうのは略してる言葉なんですけど、まあ、これはですね、Activity of Daily Living っていう言葉をね、略して ADL っていうんですよね。うん、皆さん結構使ってますよね。誰々さんの ADL はこのぐらいとか。これもね、立派な英語なんです。はい。あとはね、ADL が出てきたらですね、うん、まあ、ADL って言葉が出てきたら、まあ、思いついた人もいると思うんですけど、QOL。これは生活の質っていうことですよね。これも英語にすると Quality of Life。利用者さんの人生の内容とか、あとはその生活の質のことについてですよね。よく言うのは QOL の向上を目指しましょうとか言うじゃないですか。あとはですね、アセスメント。これもね、英語なんですよね。よくアセスメントを取るとか言うじゃないですか。アセスメントっていうのは利用者さんの情報からですね、まあ、どういったことが課題になってるかとか、あとはその、まあ、どういったね、ものをね、求めてる、まあ、ニーズっていうものが、まあ、どういったものかっていうのを、まあ、こっちがね、把握をして、で、それに対してですね、まあ、分析とか、まあ、評価とかしていくってことを、まあ、アセスメントっていうんですけど、はい、あとはね、次、フェイスシート。これは、利用者さんの、まあ、基本情報がね、書かれてる書類ですね。まあ、名前とか、年齢とか、まあ、今までの生活歴、まあ、起用歴とか、まあ、そういったことが、まあ、書かれてる利用者さんの、まあ、個人情報があるじゃないですか。それを介護の現場だと、まあ、フェイスシートなんてね、言ったりすると思うんですけど、まあ、そういったことです。あとは、ケアプラン、うん。介護計画ですよね、日本語にすると、うん。ケアプラン、ケアプランってね、普通に言ってると思いますけど、これも立派な英語です。はい。ケアプランが出てきたら、まあ、ケアマネージャー、うん。ケアマネさん、ケアマネさんって言ってると思いますけど、これだって英語ですよね。はい。あとはですね、モニタリング。モニタリングっていうのは、まあね、そういうね、番組が、まあね、やってましたけどね、テレビでね。うん。まあ、ケアプランを作った後に、まあ、そのサービスが提供されるじゃないですか。で、まあ、そのサービスっていうものを、まあ、定期的にね、見直す必要があるんですよね。うん。まあ、そういったことをね、まあ、見直して、まあ、観察していくっていうことです。はい。多分他にもね、いろいろ、デイサービス。デイサービスっていうのは、まあ、簡単に説明すると、まあ、自宅からね、利用者さんが、デイサービス事業所っていうところにまあ通って、で夕方とかになると自宅の方にまた帰ってくるっていうサービスなんですけど、
まあ、ここでのデイっていうのは、まあ、日中帯っていうことですよね。その日中帯だけの限られたサービスっていうことで、まあ、デイサービスっていうことを言ってるんですけど、ナイトサービスはあるのかっていうと、まあ、ナイトサービスっていうのはないんですけど、まあ、そういうことですよね、はい、あとはまあショートステイ、短期入所って言われるやつですよね。これだってもちろん英語になります。まあ、ということでね、今回はですね、介護現場の方でね、まあ、日常的に使われている英語について少し解説をしました。まあね、介護の現場とかでね、英語なんてそんなに使われてないんじゃないかなっていうふうにね、皆さん多分思ってたと思うんですけど、実はですね、まあ、無意識のうちに結構なね英語をね、まあ、口にしていたっていうことです。という感じでね、今日はね終わりにしたいと思います。他にもね、あ、こういった言葉もね英語なんじゃないかなっていうね言葉がね結構現場の中であるなって思った方はコメント欄に残していただけるとありがたいです。はい、では次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。